もね、ピッチャーがしショートも追いついています。源田一塁へ、いいプレーだ。これが源田のプレーです。はもう当たる瞬間どっち側なのかなっていうのを予想した上で動きますので、はいはい、元ロッテにいた小坂君もそうでしたからね。そうですね、はい、今源田が取った位置なんかもセカンドベースよりもあれですよ、右側ですよね。打球は芯じゃなかったんで、はい、多少のこう緩やかな打球であったりありましたけども、はい、やっぱ1個目早いです。源田です。これが源田のプレーです。先ほどはセカンド右まで回り込んで抜けるかというあたりを、今度はこの難しいバウンド取ってからの正確さ、速さですね。やはり